皆様ご機嫌うるわしゅうございます。本日はいつもに増してくだらない企画です。硬派なビートルズファンの皆様、ビートルズを笑い話のネタにするなんて許せないという価値観の皆様にはあまりご視聴をお勧めしません。今回は聴いてるとモテそうなビートルズのアルバムランキングを作ってみました。先に言っておくと、私自身はモテない陰キャラなので、本気でモテたくて悩んでる方に役立つ情報はございません。それから私はモテる人間が偉いとは思わないし、今回の企画はあくまでも遊びなので、モテたくてビートルズを聞くなんてビートルズへの冒涜だみたいなネタにマジレス系のツッコミはご遠慮願います。それから2023年にビートルズを聞いてること自体がモテないとか、こんなランキングを作るやつはモテないとか、聴いてる音楽なんて関係なく顔が良ければモテるみたいな、この企画を根底から否定するツッコミもご遠慮願います。今回のランキングは女子受けが良さそうなアルバムではなく、聴いてるとモテそうなアルバムです。アルバムがどう思われるかではなく、アルバムを聴いてる人間がどう思われるかが重要となります。ルールの説明をします。モテそうな曲はプラス1点、局所的にモテそうな曲はプラス 0.5 点、モテなそうな曲はマイナス1点、超モテなそうな曲はマイナス2点です。どちらとも言えない曲や賛否両論真っ二つに分かれそうな曲は0ポイントとします。対象となるのはスタジオアルバム全13枚です。余談ですが、私は音楽の他に格闘ゲームも好きで、使ってるとモテそうなストリートファイター6のキャラランキングみたいな動画を見たので、それにインスパイアされて今回の企画を思いつきました。では発表します。 No.13 マジカルミステリートゥア。モテそうな曲はありません。モテなそうな曲は The Fool on the Hill、 暗いです。 Blue Jay Way、 陰キャラっぽいです。 Your Mother Should Know、 おじさんっぽいです。 I Am the Walrus、 中二病っぽいです。曲とは関係ないけど、ジャケットが可愛いのでプラス1点。合計マイナス3点。他にもマイナス3点の作品が2つあったのですが、モテそうな曲が1曲もないのが残念なので最下位にしました。判定は超モテなそう。では次いきます。No.12 The Beatles、 通称はホワイトアルバム。モテそうな曲は Back in the USSR、スピード感があって爽やかなところがモテそうです。オブラディオブラダ、ダサかっこいい陽キャラ感があります。バースデー、パリピっぽさを感じます。サボイトラフォー、ダンサブルでモテそうです。モテなそうな曲はワイドハニーパイ、繰り返しがくどいです。 The Continuing Story of Bangalore Bear、 不気味です。ピギーズ、豚が鳴くのは惹かれそうです。 Don't pass me by、 田舎者っぽい印象を与えてしまいそうです。 Why don't we do it in the road、 繰り返しがくどいです。 Long long long、 爽快感が欠如してます。超モテなそうな曲は Revolution 9、 これは説明不要なほどドン引きされそうです。 Yeah Blues は椎名林檎ファンの女子限定でモテそうなのでプラス 0.5 点。迷ったのは Why My Guitar Gently Weeps と Martha My Dear です。美しい曲なので女子受け良さそうですが、聴いてる男子はナルシストっぽい印象を与えてしまいそうな気がするのでプラマイゼロにしました。曲とは関係ないけど、ホワイトアルバムという名前がギアッチョのスタンド名の元ネタになっているので、ジョジョの奇妙な冒険好きの女子限定でモテそうなのでプラス 0.5 点、合計マイナス3点。モテそうな曲も多いので最下位は免れましたが、レボリューション9が悪い意味でインパクト絶大なのでこの位置にしました。判定は超モテなそう。では次いきます。 No.11 サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド。モテそうな曲はタイトル曲、パリピっぽさを感じます。モテなそうな曲は Within You Without You、 宗教っぽいです。 When I'm 64、 おじいちゃんっぽいです。 Lovely Rita、
規制が不気味です。グッモーニング、グッモーニング。鶏がうるさいです。A day in the life。不協和音が怖いです。Fixing a hole と Being for the benefit of Mr. Kite はアニメやビジュアル系が好きな女子限定でモテそうなので各プラス 0.5 点ずつ。合計マイナス3点。モテそうな曲もあるし、レボリューション9がないので、マイナス3点の中では一番上にしました。判定は超モテなそう。では次いきます。No.10 Yellow Submarine。 モテなそうな曲は Yellow Submarine All Together Now。 2曲とも曲自体は女子受け良いかもしれませんが、聴いてる男子は稚拙な印象を与えてしまいそうです。それから Sea of Monsters、 地震警報みたいで怖いです。 March of the Meanies はファイナルファンタジー7の片翼の天使を連想するので、ゲーム好きの女子限定でモテそうなのでプラス 0.5 点。合計マイナス 2.5 点。判定はモテなそう。では次いきます。 No.9 Abbey Road。 モテそうな曲はありません。モテなそうな曲は I Want You。 無駄に長いし終わり方が怖いです。 Her Majesty。 短すぎるし終わり方が怖いです。合計マイナス2点。判定はモテなそう。では次いきます。 No.8 Please Please Me。 モテそうな曲は Anna。 ヤンキーが時々見せる優しい一面みたいな雰囲気を感じます。モテなそうな曲は P.S. I Love You。 まったりしすぎです。 A Taste of Honey。 おじさんっぽいです。合計マイナス1点。判定はややモテなそう。では次いきます。 No.7 Revolver。モテそうな曲は She Said She Said。 現代でも通用しそうな軽音部っぽい雰囲気を感じます。 Dr. Robert。 ノリが良い部分と美しい部分があってモテそうです。モテなそうな曲は Love You Too。 宗教っぽいです。 Yellow Submarine。 Tomorrow Never Knows。 この曲も宗教っぽいです。合計マイナス1点。Please Please Me とモテそうな曲同士で比較したら、こっちの方がモテそうな気がしたので、こっちを上にしました。判定はややモテなそう。では次いきます。No.6 Rubber Soul。 モテなそうな曲は Girl。 酔っ払いっぽいです。Norwegian Wood は村上春樹ファンの女子限定でモテそうなので、プラス 0.5 点。アルバムタイトルがジョジョの奇妙な冒険のキャラクター名の元ネタになってるけど、不人気キャラの元ネタということで得点なしです。合計マイナス 0.5 点。判定はややモテなそう。では次いきます。 No.5 Let It Be。 某小室さん風に言うと Let It Be でしょうか。それにしても小室さんって Let It Be でも Let It Be でもなく Let It Be なのが独特ですね。話を戻しますが、モテそうな曲は Get Back。 ノリが良くて爽やかさがあります。モテなそうな曲は Dig It。 最後のファルセットがギャグっぽいです。合計0点。判定は普通。では次いきます。 No.4 With the Beatles。 モテそうな曲は Till There Was You。 爽やかで海外旅行感があってモテそうです。Please Mr. Postman。 結局のところどんな時代でも R&B というジャンルはモテそうな気がします。現代の R&B とこの時代の R&B は全く異なるけど、ワイルドさとおしゃれの両立という点は共通していると思います。やっぱりおしゃれなヤンキーというのは女子受け良いと思います。モテなそうな曲は Don't Bother Me。 冴えない感じがします。合計1点。判定はややモテそう。では次いきます。 No.3 A Hard Day's Night。 モテそうな曲は I Should Have Known Better。 時代を超越したキャッチーなメロディーがモテそうな感じがします。モテなそうな曲はありません。合計1点。モテなそうな曲がないという点を評価して With the Beatles より上にしました。判定はややモテそう。では次いきます。No.2 Beatles for Sale。
モテそうな曲は8 Days of Week。 時代を超越したキャッチーさがあるし陽キャラっぽいです。モテなそうな曲はありません。合計1点。ハードデイズナイトとモテそうな曲同士で比較したらこっちの方がモテそうな気がしたのでこっちを上にしました。判定はややモテそう。では見事1位に輝いた作品いきます。 No.1 Help。 モテそうな曲は I Need You。 透明感があってモテそうです。 Ticket to Ride。 ジョンの歌い方がモテそうだしそれを聴いてる男子もモテそうです。 Yesterday。超有名曲だしメロディーが美しすぎます。 Dizzy Miss Lizzy。 程よくワイルドな感じがします。タイトル曲は伊藤洋華堂もしくは何でも鑑定団が好きな女子限定でモテそうなのでプラス 0.5 点。モテなそうな曲はありません。合計 4.5 点。圧勝でナンバーワンです。判定はモテそう。では今回はこんなところにしておきましょう。繰り返しになりますが私自身はモテない陰キャラです。したがって今回のランキングの下位のアルバムを聞いた方が逆にモテるという可能性も否定できません。コメントお待ちしてます。特に私とは違ってモテる方や女性の方のコメントは楽しみにしてます。なおコメントは原則として敬語でお願いします。誠に勝手ながらタメ口はご遠慮願います。年齢とか私との親密度とか関係なく私とリアル知り合いの方であってもお手数ですがここでは敬語でお願いします。フリーザ様でも敬語が使えるので皆さんなら余裕で敬語が使えると思います。最近のアニメで言うと広がるスカイプリキュアのソラさんや翼くんのような言葉遣いをしていただけると良いと思います。それからドラマ相棒の右京さんのような言葉遣いをしていただけると良いと思います。そしてチャンネル登録高評価もお待ちしてます。ではまた次の機会にお会いしましょう。お疲れ様です。